今回テーマが仕留めるということだったんですけども、 そうですね、はい、その仕留められなかったと思うご自身でのこうちょっと要因というのはありますか。そうですね、まあこうひったをして上になってボッコボコにするっていうのが今回のこの仕留める作戦だったんですけど、なかなかそれがうまくいかなかったっていう感じですね、はい。なんかこの立ちでやりたいっていう言ってて、そのまま立ちでやったらもうキックボクシングと変わらんやないかいっていうのがあったんで、ただ表以上に倒れなかったから結局キックボクシングみたいな内容になっちゃったかなっていうのはあります。はい、そうですね、また一から練習のし直しです。よく言うんですけど、もう本当に正直、へこんでるのは本当はあるんですけど、へこんでる暇がないっていつもみんな、戦うんだったら前を見てやるだけって、下向いてんだったら、まあ、やめとけやってよく言っちゃうんで、それを今自分が体現しないといけないなっていうのはあります。なんですぐ練習です。強くなるための練習をしたいと思います。まあ、怪我もないので、すぐ練習します。はい、すぐに今練習を再開したいとおっしゃってましたけど、はい、この平本選手へのリベンジっていうこと、もちろん巡り合わせが来たらすぐにでもやりたいですね。なんかこう、なんかこう悔しいですね、悔しいですね、とにかく。はい、ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。